仕事の時間だぜ。あれだな、さしずめ魔王の城というところか。ゼイルに入れたわね。キングは夏目暗号で確定よ。じゃあやっぱりあいつの人気はインチキなんじゃん。人を洗脳して自分のファンにするなんて虚しくないのかな。キザ野郎の考えそうなことだぜ。とにかく俺らが何とかしないとな。向こうに大きな建物が見える。あれが夏目暗号の王城か。おそらくな。お宝、いや願いらしき匂いがする。あっちは青葉山方面か。正面の大通りから行けそうだぞ。行こう。人々の願いを取り戻し、夏目暗号の虚飾を暴く。行くぞ。よっしゃ、気合い入れてこうぜ。戦いだったわ。どんどん進もう。お、宝箱だ。ほっほう、これはいいな。やっ、今ならいけるな。奇襲仕掛けるか。見せな。もらった。ブルドッグだ。このままやっちゃおう。敵が気の毒だな。あっという間だな。暇すぎて眠くなる。こうしよう。おお、瞬殺だぜ。やけどするよ。しばき倒す。どんなもんよ。このぐらい楽勝だよ。次も頑張りましょう。はっ、シャドウの気配感知。やっ、わっ、こっから行けば奇襲できんじゃねえ。おお、チャンスだな。やけどするよ。やってしまえ。下げる敵まだいっぱいいるね。腰からは残しておいた方がいいかな。えい、やけどするよ。燃やしてあげる。
気が減ってきた。このままやっつけてしまおう。やけどするよ。燃やしてあげる。クラダオンザ、ナイスプレー。いいぞパンサー。新技引いたぜ、ロッシャー。また一つ技を学んでしまった。よし、勝利だな。よし、行こうぜ。これ、夏目暗号の像？注意、ワンブ。囲まれてる、注意しろ。大丈夫だ、勝てる。ペルソナ弱点に引っ込む。やりはってんな。敵はまだ多い、余力は残しておくべきだ。燃やしてあげる。火炎が発生だ。こんなにいっちゃ。パンサーが戦線に乗す。フェアナを頼む。パンサー出ろ。敵の攻撃が来る。みんな備えて。マイトジョーカー、ナイスだ。さすがジョーカー。終わりが近いな。片付けてしまおう。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。撃ち抜く。任せた。ここで手こずってられない。さあ、先を急ごう。シャドウがいるぞ。ねえねえ、宝箱があるよ。お、お、いいじゃない、いいじゃない。おや、これは怪しいな。よし、やっちまおうぜ。敵多いな。燃やしてあげる。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。爆発物の気配、うまく使って敵を巻き込んぜ。さて、気になる中身は。
いいね、もっと欲しい。慎重に行こう。いい位置だな。姿を見せない。いつでも行けるぞ。やっちゃう、やっちゃう。よし、片付けよう。あっ、こだわり。よし、ジョーカーの新技か。めでたい。あっという間だったな。うん、次も頼むぞ。シャドウの反応はないな。待っていたぞ、勇者たちよ。え？なんだお前。我はプリンス・オブ・ナイトメアが四天王の一人、トーマ！四天王ですって？いや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 、ベタすぎだろ。普通のおじさんにしか見えないけど。我はこの門の守護者。ここを通りたくば我を倒してみるがよい。だがそう簡単に倒される我ではないぞ。四天王の誇りにかけてお前たちをほふってやろう。今ここで、さあ来い勇者よ。ガチだからね。あれ聞いてないっぽいな。やけど別の属性で攻めた方がいいかも。さあ、えい、やけどするよ。火炎効かないし、こいつ強敵だ。慎重に行け。ショータイム、パンサー決めちゃえ。 It's showtime。 あんたのハートいただくね。綺麗なバラにはトゲがあんの。すごいパンサー決まったね。勝てんぞ。うわぁ、えい、ホット。敵の攻撃が来る。みんな備えて。気力が少ないよ。戦い方に注意して。あぶねえ。あれ使えねえか。ハチノスタイム。強敵だな。気合入れていけ。アイテム探らせて。パンサーが戦線離脱。手当てを頼む。ダッチ、ダッチ。パンサーダウン。これはまずい。よし、やったか。さすがは勇者どもよ。よかろう。ならば行くがよい。我らが魔王が与えた試練、果たしてお前たちに乗り越えられるかな。惑うがいい、勇者ども。な、何？いや、ここどこだよ。どうなってるの？さっきとは全然違う場所に。入り口から見えてた王城の前だな。何かの力で飛ばされちまったのか。多分さっきの四天王の仕業だ。惑うがいい勇者どもとか言ってたろ。倒されるために存在するカマセイヌだな。ごめんなさい、展開についていけないんだけど。勇者だの四天王だの、ゲームとか漫画の話みてえだな。おそらくここは夏目の小説プリンス・オブ・ナイトメアの世界なのだろう。小説の世界？フォックス、読んでたよな。どんな内容だった？現代に生きるごく普通の青年が異世界の魔王として転生する物語だ。魔王となった主人公は自分を倒しにやってくる勇者を退けようとする。そのために魔王城の城下に罠や四天王を配置していくと
という話だった。だからさっきの人、私たちを勇者って。そんで勇者の方が本当の悪役なんだろう。ああ、その通りだ。最後まで読んだのか。いや、ちらっと見ただけだったけど、なんか予想ついた。我が輩たちは魔王に挑む勇者としてここに飛ばされたってことか。そういうことならかえって好都合だわ。ここがその小説の世界なら、夏目はこの魔王城にいるはず。そこに願いもあるはずよ。ああ、中に入れないか調べてみようぜ。あれ、そうね、なら。つか魔王城ってすげえな。かせて。なんかテンション上がってきたわ。声がでかいスカル、敵の本拠地だぞここ。お、終わり。まったくもう。まずは周囲を調べてみましょうか。さてと。警戒されてるな。城門も閉じられている。正面突破は無理か。ここは怪盗らしく裏に回ろう。さすがにこれぶち破るのは無理だな。どうするよ。仕方ないわ。別の侵入口がないか探って。いや待ってくれ、この門確か奴の小説に。これだ、勇者の道を阻む試練の門。魔王の前に立つ資格があるか、勇者を試すための門だ。この門を開くには試練を乗り越えて3つの証を手に入れる必要があるらしい。マジでゲームだな。あの、魔王は勇者に入ってきてほしくないんだよね。だったら門を開くための仕掛けなんて最初から作らなければいいのに。それは言わないお約束だ。勇者がノーチャンスだと話が成立しないからな。それでその証っていうのはどこにあるのかしら。門を開くための証は城下に廃止された3つの塔にあるそうだ。それらは四天王によって守られているとある。四天王なのに証は3つ。設定めちゃくちゃだな。塔のうちの一つはグレートリバーのほとりに立っているらしい。よくわかんねえけど、でかい川ってことか。現実の仙台には広瀬川という大きめの川があったはずよ。なるほどな。よし、まずはその川を探してみようぜ。っていうとこの辺りのはずだけど。ねえ、あの塔、渋谷にあった牢獄塔に似てない？本当だ、てっぺんに鳥かごが見える。ひょっとするとあれが証があるっていう塔かもな。ってことは証はコアのことか。入り口はあっちだな。よし、みんな行ってみよう。しかしジェイルは広いな。マップに情報出しとく。迷うなよ。
この距離ならいける。こうじゃ。これなら余裕だね。敵はあと少しだ。畳みかけろ。やけどするよ。余裕すぎ。歯応えない。もらった。どんどん行くぞ。おい、この辺りなんかあるぞ。ここが入り口か。なんか書いてある。太陽と雨を捧げよ。どういうことなのかな。多分なんかアイテム持ってこいってことだな。お約束のお使いクエストだ。太陽の祠と雨降る地に宝珠は眠ると小説には書いてあるな。ってことはその宝珠ってやつをゲットしてくればいいはず。初めからそう書けばいい。そう言うなソフィー。これはこういうものなんだ。ここは夏目の小説の世界だからな。勇者を惑わすトラップのうちということだろう。他に入り口はなさそうだし、宝珠を探しに行きましょう。シャドウ発見したぜ。どうする。よし、行けるぞ。見つけたぜ。まずい状況じゃないか。気にすんな、なんとかなるって。クラダオーダー、ナイスプレー。やった。耐えてた。行け。敵はまだ来るっぽいぞ。力温存しとけ。この、すごい。やけどするよ。燃やしてみる。華麗にやっちゃう。終わりが近いな。片付けてしまおう。この後の防御燃やしてあげる。ショータイム。パンサー決めちゃえ。よし。うわ、新技か。やったな。賠償というやつだ。よし、先を急ごう。わあ、宝箱発見。シャドウは見当たらないわね。やまあまあ役に立つものだな。やシャドウを発見。どうする。いいね、もっと欲しい。ねえねえ、宝箱があるよ。
ほっほう、これはいいな。なんか露骨に怪しい建物だな。もしかしてあれが太陽の祠か。となると工事はあの中か。確かめに行こう、ジョーカー。さてと。小説に書かれていた通りだ。宝珠は太陽の象徴。盗めば光が消える。そして宝珠を守る兵士が現れる。それってつまり。こういうことだな。先に言え！くそ、まだいんのかよ。あんたのハートいただくね。よっしゃ、敵が減ってきた。そろそろ決めるぜ。クラザーオーダー、ナイスプレー。ウィザーパンサー、カルメン、カレリアちゃん。どんなもんよ。よし。すごい新技じゃん。はあ、危ないところだったわね。お稲荷、大事なことは早く言え。すまん、先に伝えるべきだった。再びまみえたな、勇者どもよ。お前はさっきの四天王。確かドーム、ドーマ、四天王ドーマだ。俺たちをここまで飛ばしたのはお前か。それが我の役目、勇者を試練に挑ませることがな。そしてこの地こそ我が本当に守護する場所。雨降る地の宝珠を奪いたくば我を倒していくがいい。ああ、恋してんの。私たち勇者がお前を打ち果たしてやる。やるわぜ。あれ聞いてないっぽいな。別の属性で攻めた方がいいかも。蜂のスパイム、火炎効かないし、こいつ強敵だ。慎重に行け。ああ、お黙り。よっ、やけどするよ。ジョーカー、気力少なくなってる。あいつは気をつけて。さあ行くぜ。スカルのスキルが炸裂だ。やるじゃないか。そら、ほら、うざら。すまねえ。スカルが撤退。これだ、使うよ。誰か助けてあげて。やけどするよ。燃やしてあげる。ベルトだ。ソフィーの防御力が下がってる。行くよ。蜂のスパイ、強敵だな。気合入れていけ。やけどするよ。燃やしてあげる。敵が何か狙ってる。さあ、こちらの能力を下げる気だぞ。敵の防御力が上がってるぞ。もう
だからね。やけどサポート届け。オンさん防御力が下がって出るよ。はい、これだ。サンキュー。問題なし。やっちゃえ。やけどするよ。ゲットレディ。ソフィーが燃えてる。早く消して。マジ最悪。パンサーが戦線離脱。手当てを頼む。くらいな。くらいな。ファイター。ジョーカー、防御力が下がってる。くらいな。こいつってない。気をつけろ。すまない。ジョーカーが戦線離脱。早く手当てを。おーよ、おーよ、タッチタッチ。ベルトミント、スキンヒッ、スカルが撤退。誰か助けてあげて。出てこい。気力が少ないよ。戦い方に注意して。撃つぞ。敵の攻撃が来る。ソフィー、おい、どうした。返事しろって。やあ、交代だ。わかった。蜂のスタイム。火炎効かないし、こいつ強敵だ。蜂の集中逃げ。アルフィーの防御力が下がってる。じゃあこれはご褒美。立って。蜂のスタイム。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。蜂のスタイム。火炎が弱点だ。こんがりいっちゃえ。あいつは任せてくれ。
それ、悪いな、任せた、俺の出番だ。暗いな、暗いな。ジョーカー、防御力が下がってる。光の強敵を撃破。いいぞ、もっとやれ。今度こそやったか。もはやこれまで見事だ、勇者どもよ。だが我は四天王の中でも最弱。いや、それ自分で言うんかい。残りの四天王が必ずやお前たちを倒すだろう。マジ何だったんだあいつ。とにかくこれで先に進めるわ。宝珠を取りに行きましょう。おだな。ちょっと待って、ふむふむ、気力が足りない、いざという時に困るかも。シャドウの反応はない、つけておこう。これは急に降り出してきたね。もしかしてここが雨降る地のようだな。宝珠は近くにありそうだ。うわ、なんだあれ。怪しすぎんだろ。あそこに置いてあんのか。罠かもしれないが行くしかないな。警戒は怠るなよ。あれ、なんだと思う？お宝に似た気配。あいつは動く宝石？ホーマだ！逃げられる前に倒すぞ！異世界で稀に姿を見せるレアもののシャドウだ。我が輩たちはホーマと呼んでる。いろいろおいしいやつなんだ。なるほどな。ホーマ、覚えた。そいつを見つけたらさっきみたいに倒せばいいのか。ああ、逃げ足が速いから注意しろよ。これじゃ入れないね。鍵穴みたいなものも見当たらないし。少し辺りを探索してみましょうか。入れそうな場所があるかもしれないわ。シャドウ見つけたぜ。
注意しろよ。いける、好きなタイミングでいいからな。お店な。よし、もらった。バッキー倒す。敵が減ってきたわ。押し切りましょう。おい、あー、クライナー。いける、勝てるぞ。今のうちらなら楽勝だね。しゃあ、この調子で行こうぜ。わっ、こっから行けば奇襲できんじゃね。書くか。